先ほど司会の方から紹介いただきました高知県にぎわいボニートと言います。高知県とあるように四国の高知から、今日やってきました。踊る前にですありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今年で今日の訪問で道のくよさこい9回目の参加、また、こちら宮城県の方には36回目の、訪問ということになります。今日こちら仙台で踊って、明日名取市の閖上の催しに参加して高知に帰る予定にしています。ここに来るまでですね、昨日夜7時半ごろ出発しまして、今日15時間ぐらいかかりましたけれども、毎回ですね、来るたびに大変近いなというふうに思う交流が、東北の皆さんと深めさせてもらっているというのが自分たちととっても素敵な経験、また出会いと交流になっています。ちょっと踊る前にちょっとこう言い訳みたいな感じになって申し訳ないんですけれども、先ほど着いたばかりということで、すいません、ちょっとまたこういい意味自由に踊るかもしれませんが、そのあたりはありがとうございます。温かく見守っていただけるまた行かんところは叱咤激励いただけたらと思います。すいません、大変長くなりました。それでは元気いっぱい、今日と明日踊って帰りたいと思います。高知県青年にぎわいボニート、構えて3.11 We don't forget Play for Japan 第25回一の空よさこい祭り、元気よく高知から届ける、宮城から届ける確かなメッセージ、にぎわいボニート From 3.11。雨が上がって影が伸びてく、それ一瞬灯れびが街を照らす、切なくて苦しくて駆けるほど遠くなる、高知の魚、カツオのように元気よく活動しよう、そういったことをテーマに活動してきました。東北まで約1500キロでした。旅に大変近くなる東北の皆さんとの交流、初めての、そしてこれからも高知から届ける東北から届ける確かなメッセージ。ボニートにぎわい見聞録はこの時6回目、コロナに負けない秋の道の席、にぎわいブルーが駆け抜ける、動いてつなぎ届けていこう、我らの確かなメッセージ、これまでもこれからも名取に届けるコーチのにぎわい、地の城下へ来てみや、それ人馬も万馬もよ、そうそうそう、なる子両手に皆さんご一緒に、よーありがとうございます。にぎわいボニート、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高知県